食べ放題。食べ放題は、定額料金を支払えば、一定の料理や、果物などを希望する量だけ食べることができるサービス。飲み物の場合は飲み放題という。飲食店においては、各種料理の中から任意に選択したメニューを、希望するだけ食べることができるサービスの名称として、用いられる。また、複数メニューではなく、食材単品、一品料理。 スイーツなどを食べ放題の対象とした一が食べ放題もある。この他観光農園、果樹園等では定額料金で果実などを摘み取って食べることが可能なサービスの名称として用いられる。レストラン、ファストフード、焼肉、カニ、シャブシャブ寿司、中華料理、ジンギスカンなどの飲食業にて一定料金で指定された範囲から好きなものを 好きなだけ食べることが可能な食事のステムである。時間制限が存在しない店と回転率の向上のために1から2時間程度に制限する店がある。また、アメリカやヨーロッパのホテルでは高級化されたビュッフェレストランを設ける例が増加していると言われ、日本のホテルではレストランでの朝食サービスなどに採用されている。飲食店が独自性を打ち出すため、 複数メニューではなく、食材単品、一品料理、スイーツなどを対象とした、一品食べ放題を導入する例もある。このほかケーキなどを中心とした、デザートバイキングや野菜類のみ食べ放題のサラダバーを行っているケースもある。ビュッフェサービスとは、テーブルセッティングなどは、サービススタッフが行うが、料理は、客が自分の好きなものを、 ビュッフェボードで自由に取り分けて客席に戻るサービス方法を言う。ただし、ビュッフェという語そのものはもともと立食形式での会食やパーティーを意味する語で、これは外交儀礼などでも使用される形式であり、飲食店の食べ放題に限定されるものではない、ビュッフェを参照。バイキングであっても最初のオーダーから何分間、一部の品物は何回飲み。 一部有料など制限がかけられるレストランもあるが、それと区別するためにスーパーバイキングと称している店もある。スーパーバイキングの場合は全て食べ放題であり、営業時間以外の時間制限はない。客から注文を受けて、注文を受けたメニューだけを出す方式をオーダーバイキングという、特に調理済みの料理を用意しておくのではなく、 注文を受けてから調理する場合を2オーダー方式と言う。オーダーバイキングは、比較的調理時間の短い寿司屋や中華料理店、加熱調理前の食材を提供する、焼肉店等で実施されることが多い。この場合、ビュッフェが持つ、管理コストの低減というメリットは失われるが、下記のような目的で実施されることがある。また、ビュッフェ形式と併用して行われていることもある。 横浜中華街の食べ放題ではこのオーダーバイキングの形式が一般的である。メインメニューは客から個別に注文を受けてから調理するツーオーダー形式とし、サイドメニューの前菜やデザートなどは客が大皿から自由に取るビュッフェ形式にしている食べ放題もある。飲み放題は清涼飲料水やアルコール飲料などの飲料を一定料金にて指定された範囲から、 任意のものを選択して希望する量を飲むことが可能な形式。一般に飲み物は原価の安いものが多いので、店舗側にとって食べ放題よりも容易に実施でき、多数の店舗で見ることができる。インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックスなど飲食が主目的ではない業種においても実施されているケースもある。飲み放題もビュッフェ形式と注文形式に分かれる。 前者の代表はファミリーレストランなどに設置されるドリンクバーである。通常の料理が注文形式であるのに対し、ドリンクバーは複数の飲み物が一箇所に集められており、セルフサービスで飲み物を注ぐ。校舎としては居酒屋などの飲み放題が挙げられる。メニューにアルコール飲料を含むため未成年でないことの確認が必要であり。 また、カクテルや中杯など都度加工が必要なメニューも、たため、セルフサービスでの提供が適さないという事情がある。また、飲料の消費ペースをコントロールする場合にも、採用することがある。なお、北米地域のレストランや、ファストフェード店においては、ソフトドリンクは飲み放題が標準である。コーヒーや紅茶、コーラなどのソーダ類は、特に正しがきのない限りお代わり自由とな、いる。 観光農園、果樹園等では果実などの旬の時期に合わせて定額料金で果実などを摘み取って食べることが可能なサービスの名称として用いられる。日本の観光農園では一般的には入場料を支払えば制限時間内は食べ放題という形式のフルーツ狩りが採用されている。カナダのバンクーバーではベリー狩りが有名で入場料や時間制限はなく、 指定された場所で持参容器にベリー類を積んだら最後に重さを計量して代金を支払うというシステムが採用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。